お元気ですか、ボクシミです。今日の夕飯はオムライスにしました。今回はね、タンポポオムライスを作ってみました。前に作ったこともありますけどね、今回はまだね、いい方ではないかなと思っております。またね、チャレンジがあったらまたこういったオムライスを作っていきたいと思います。お酒はですね、しばらくの間長州のサイダー割りでいきたいと思っております。でですね、またプロ野球カード開封動画、14日に、やりますのでよろしくお願いいたします。で、ね、何回も言ってますけど、プロ野球チップスですね、2022年度版の第3弾は、売り切れのため、できませんのでね、ご了承ください。その代わりですね、侍ジャパンチップスカードが出るかもしれませんのでね、もし出ましたらね、こういった開封動画もやりますのでよろしくお願いいたします。今日の告知と夕飯動画でした。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。